どうもここんにちちは年部長のです今日は謝罪へということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、速報的に松本人志さんが、まあ、裁判の、ねまあ、取り下げをしたということをお伝えしてきたわけなんですけども、その後に松本さん本人であるとか、文春さん、そして所属の吉本興業の方からもコメントが出たということで、まあ、今回ですね、そのコメントを見ながら、ちょっとね、いろいろ私が思うこと等々についてもお話をしていきたいというふうに思います。 はい。というわけで、こちらはテレ朝ニュースさんの記事ですね。えっ、ー、と、不快な思いをされたのであればお詫びと、週刊誌記事めぐる訴訟集結で松本人志さんということですね。はい。というわけでね、まあ別にこのタイトルは、 ね、あのまあふだだったら何とも思わないというかなんですけど最近ねやっぱり斉藤県知事元県知事に対するこう過去記事とか見ててねまあいろんなメディアが印象操作タイトルつけていたのからするとですねそればっか見てたんで普通にこういうタイトルつけりゃいいのにねっていうふうにちょっと思ったりしたんですけどまあ芸能界の大物ですからねはい。 はい、で、だからタイトルでいかようにまあ相手を悪く見せるっていうことができるって話でありましてまあ、これはかなり緩いっていうかまあ、抑えたそのタイトルになってると思っていてだからまあ、ねいわゆる、いわゆる事実もこと言いながらみたいな感じでで、えー、それで裏交渉もしてとかなんかそういううわーってタイトルもつけようと思ったらつけれるでしょだから非常にメディアって恐ろしいなって思うんですけど松本さんに対して特にテレビは優しいですね。はい。 で流れとしましては「週刊文春」に掲載された女性に、えー、強要したとする記事で名誉毀損されたとして松本さんが起こしていた裁判について、えー、松本さん側が訴えを取り下げましたと。午後5時頃ですかね。か速報は先に、まあ、その予定ですというのが伝えられてでこの5時を待って、まあ、いろいろコメントがまあ出たっていう流れなんでしょうね。はいで えーと、松本さんのコメント全文としてはこれまで松本人志は裁判を進める中で関係者と協議等を続けてまいりましたがえー、でここでね関係者と協議って誰のことでしょうねみたいなその <laughs> も申し訳ないけどテレビがあんまり突っ込まないから突っ込むと裏交渉ですかみたいなことで言いたくなるんですけどねはいでえっ、ー、と で、松本が訴えてる内容等に関し強制性の有無を直接に示す物的証拠がないこと等を含めて確認いたしましたってことなんですけどまあこれは中身がないっていうかこれ分かってるじゃないですかね。<laughs> それを分かった上で、まあ、進めてるというか逆に言うとそれが分かったからこそ裁判に突入したわけなんでこれがないっていうのはもうそもそも分かっていたよねって話だと思うんですけどはい。 というわけででもなんでこれを言ってるかっていうとまあまあ少しでも自分をよく見せようっていう文章の一つだと思いますね。はい、で、えっと、その上で、えー、裁判を進めることでこれ以上多くの方々にご負担ご迷惑をかけすることは避けたいと考え訴えを取り下げるととこと,ととしましたって感じでまあこれもね申し訳ないけど最初っから分かっていたことでだから最初っから謝罪してればよかったんじゃないんですかっていうのはやっぱり ね、まあいろんな人が言ってたと思うんですけどねはい、はい、で松本においてかつ,かつて、えっと、女性らが参加する会合に出席しておりましたとで参加された女性の中で不快な思いをされたり心を痛められた方々がいらっしゃるのであれば素直にお詫びを申し上げますと。 いうことですね。まあだからこの一文を入れるにあたって多分これすさまじい交渉が <laughs> 長引いてあったと思われますね。はい、だから正直もっとストレートにねガツンとやればいいと思うんですけどこのあたりで、まあ、一応謝ってるしねっていうことでこの辺で調整がついた可能性があるって感じですかね。 まあいずれにせよですね、この文章そのものですよね、これを最初の方に、まあいろんな、まあと,とにかく、まあこの問題を割と批判的に捉えている人の方が、こういったことを言って、説明し、なんて言うんだろう、こう、ちゃんとね、ご自身の言葉で伝えた方がいいんじゃないか、謝罪した方がいいんじゃないですかっていうことを言っていたのにもかかわらず、そういうことを言ってたら、なんだな、抹茶は新しいんだ、わあみたいなね、いう、まあ、すごいいろんな闘争が <laughs> あったように思えるんですけど、はい。というわけで、 まあそこについてはどうされるんですかね結局本にちゃんと謝りましたよってことなんですけどね。まあ、その時に何が何でもかばっていた方々っていうのはちょっとどういう方針転換をされるかっていうのは一つちょっとね、まあ、今後の参考に見てみたい気もしておりますと。はい、でなお相手方との間において金銭の授受は一切ありませんしそれ以外の方々のとの間にもいおいても同様ですと。 まあこれはちょっとおそ,おそらくお互いに入れましょうみたいな文章だと思います。はい、で、えー、この間の一連の出来事により長年支えていただいたファンの皆様関係者の皆様多くの後輩芸人の皆さんに多大なご迷惑ご心配をおかけしたことをお詫びしますということですね、はい。まあこれについてはまあこれは本心でしょうし今後そこについてのまあフォローになるかどうかわかりませんけどそもそもご本人が。 ちょっとね、まあどうされるかっていうのもわからないんで、まあお詫びしますっていうのは本心ではあるでしょうね。はい。で、さらにどうか今後とも応援してくださいますようよろしくお願いしますということで、まあいずれにしてもファンの方々、強固なファンの方々がいらっしゃるということがわかった一方ですね、まあテレビの数字的には、まあさほど変化がなかったというふうに捉えられているので、まあ今後は少なくとも、えっ、ー、とテレビっていうんですかね、特に うん、女性が見るような媒体というのはまあしばらくは厳しいんじゃないのかなっていうのは思いましたと。はい、でそして所属事務所の吉本興業もコメントを出したということで、えー、と一緒にね、えー、と事実無根っていうのに乗っちゃったわけなんですけどはい。で、えー、弊社といたしましては関係各社およびファンの皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げますと。 で、ここですね松本人志の活動再開につきましては関係各所と相談の上決まり次第をお知らせさせていただきますとしていますということなんで、えー、と復帰活動再開はするってことですねこれ見る限りだからこれをもってして引退しますとかそういうことではなくて活動再開します。 ただどこでできるかって話ですけどまあおそらくですけども活動再開をしたいからこのようなうんと和解の方向性にいったんじゃないかって思うんですよね。まあ、とにかくまあ関係各所に対する影響がやっぱり大きすぎるし、ね、何よりよろしくなかったのはう裏ですね裏で動いたっていうところですかね。ままあ、あ、せめてね、なんかこう、そのの弁護士の人が、まあ あのちょっとなんとか若いよぐらいの話は良かったかもしれないけどちょっとなんていうのかなちょっと脅しめえた話をしてみたりであとこれは松本さんが否定してますけどよくわからない人が出てきてなんかねこのお金でどうだって話が出てきたりでそれからこれも関係ないと思いますけど一応ねその相手の女性の暴露みたいなことしてみたりまあ要はあ,あとは探偵つけたりね。でまあそういうので相手に対してこう圧って とかなんていう裏交渉ですよ、ね、まあ引いて押すみたいなことをやり続けていたわけなので、まあ、そこのイメージがね、まあ、本当によろしくないというところなんですよね。だからまあこれはまあ推測にしかならないですけど、まあ、やっぱり。 なななんんかか勢いいで乗り切ろうととしたんじゃないかなとつまりまあ裁判の方は勝てる見込みがないけど5億5,000万ドーンってやってみたり、まあ、あるいはその裏の方で動いてみたりみたいなところで、まあ、とにかく揺さぶって相手の女性がその証言できないようにしてやるみたいなね。で実際えー、っと今田耕司さんなんかはなんか相手の女性が結構証言。 まあ実際のね証言しなかったので実態のとこ分かんないですけど、まあ、結局あ証言しようとしたらなんかできなかったっていうのがあって女性にしてみたらそもそも証言そのものがすごいハードルが高いんですけど今回はやっぱり A さんが本当にあのいろんな手記を読む限りどうしても許せないっていうことで折れなかったっていうことでまあ実質 A さんの勝ちみたいな話だと思うんですけどまあどこでも普通の女性だってあんなんやられたらね折れると思うんですけどまあ多分そこを。 一つのなんて言うんてうでしょう、ね、まあそこしかなかったのかもしれないですけど逆にね勝ち目と言いますかはい。 まあっていうところがあるので、まあ、結果そこでまあ折れざるを得なくなったし、で思った以上に時間がかかってしまった。だから自らが本当に言いたいことがあるんだったら、割と最初の方で結構出してると思うんですよね。本人が出てこないにしても裁判の一発目からトーンって <laughs> 出すものらしいんですけど、それもあまりなくて、結局のところ何が主張したかったのかっていうことについては、 わかんんないんですよ、ね、まあちょっとふわっとした事実も今とかそういう話はあるんだけどそうだからそんうなうふわふわしてるからファンの方々がそれを根拠にいっぱい「まっちゃん正しいんだ」って言ってたんですけどで文春さんの方は20個の証言っていうか証拠をもとにまあ一応はめっちゃ反論したわけじゃないですか。でそこから、まあ、本来は松本さんの反論が始まるっていうところで降りたっていうことなので、まあ、結局何がこう主張したかったかって っていうことについては結局ようわわからんままま終っっってしまったってしたいいうう感じですよね。はい、ということになるとそこからこのグレーなイメージを払拭するっていうのはまあかなり難しくってだからまあ活動再開って言うけど、うん、その方向性についてはちょっと悩むとこなんじゃないのかなって思いますよね。はい だから、ちょっとね、私のところに来るコメントなんかでも、拒否反応を示す人も増えているので、特に女性なんかかすると、もっとそうですよね。まあ、その一方で、熱烈、ね、なファンがいるのは間違いないので、まあ、要は、ある程度視聴者層を絞った、まあ、とがった企画っていうんですかね、とか、まあまあ、が、 だったら全然いけると思うんですけどある程度の期間を置けばなんですけどやっぱりちょっと女性をターゲットにするとか、まか、あ、テレビに出る以上はどうしてもね全員に見てほしいものだからそこを排除ってできないわけでだからまあ正直あるとしても女性の視聴者は一旦捨てて <laughs> みたいな感じになるかもしれないし、まあ、あるいは時間が経つとね人のイメージっていうのは変わるので。 わかんないんですけどずれにしても私がずっと見てて、えー、なんかこれにはちゃんと出たいと思ってるんだろうなっていうのは2つあって1つは「M‐1」ですよね。そうだと思います。まあ当然他のレギュラー番組も気になってはいるでしょうけどね。でもそれ優先するんだったら最初の方からごめんなさいしてると思うんで「M‐1」M 1はちょっと時間があった1年ぐらい時間があった。 あったじゃないですかだからまあそこまでには終わってるだろうっていうのはひょっとしたらね見込みがあったかもしれなくてまあとにかくまあ m 1ですよね。でもう一つは万博ですよ。でまあなんか影響としては正直 m 1なんかより万博の方がちょっと影響起きそうで結局アンバサダーのとこから名前消えてないですよね。でこれは多分大崎さんががっつり入っていて万博サイドはどっちかっていうとこううん 恩義に感じるる立場だったりすすわけででよねで実際ダウンタウンさんも確か無償というかまあねそ,そんなになんかこうお金をがっつり取ってって感じじゃなくてまあ、そもそも吉本全体としてそんな感じらしくって、まあ、とにかく大阪を盛り上げるために協力しようみたいな感じなんで,で万博サイドからするとじゃあ切りますっていうのはなかなか難しいわけじゃないですか。だだからら通常だったら <laughs> <あの笑> あのようなことになってる時点で全然切っててもおかしくないんですけど、まあ、結局名前を置いたまんまっていう感じですし吉村知事だったかな市長だったかなもうなんか歯切れが悪いって感じでまあそうですねちょっとそこにとにかく間に合わせたいっていうのは非常に大きかったでしょうねまあ万博の方はまあ時間的に間に合う可能性があるしそれから テレビの方は仮にねスポンサー関係で難しかったとしても万博もなんか言われないのかなあれ <laughs> 個人的にはなんかそっちの方が海外も参加するからうるさいとこはうるさいじゃないですかよりね日本よりも厳しいとこがあるのでそういった問題についてうんまあただ刑事事件化してるわけでもないし本人謝罪してみそぎを済ました後だったらまあ政府とかまああちらさんがあの 考え方はよくわかんないですけどね、まあ、少なくともでもあれは裁判期間中だったら結構な難しかったと思うんですけど、まあ、とりあえずまあ自ら訴えてる件ですけどね取り下げたりとかっていうところで、まあ、現状においてはまあ,あ大丈夫と大丈夫になる可能性がねあんのかなって感じですけどねそれをまあみんながどう受け止めるか別ですけどまあ万博ぐらいだったらねまあそこのまあ医の人が OK ケー言えば OK なんでしょうおそらくはい <laughs> っていうことだと思いますと。 はいであとは「週刊文春」さんですね、えー。本日お知らせした訴訟に関しましては原告代理人から心を痛められた方々に対するお詫びを公表したいとの連絡があり、えー、女性らと協議の上被告として取り下げに同意することにしましたということでまあ、えー、と文春サイドとしては、まあ、そもそもね えー、訴えらられてるだけですからね、はい、それよりもちょっと女性側の方が大変だということで、えー、と原告の方がまあ謝罪をしたい謝罪を公表したいということであればそりゃまあいいよということで同意することにしたよって感じで、まあ、女性をいてて同意したっていう形ですね。はで、い、まあここについても文春がですね自分たちだけのことを考えるならばまあ ななんかになるまで戦ううっていう、ね、あの「おら!」みたいなのもあったとは思うんですけどまあそこについてはまあ文春サイドとしても別にあの女性側が納得してくれる場合においては、まあ、長引かせるメリットもないというところでね、まあ、結構ねやっぱり裁判続けてる以上はそこにかかる労力もあるし何より批判がね、まあ、結構集まるっていうところが あってですね、正直なんだろうな松本さんのなんか裁判以降ですけどなんかこうスキャンダル系っていうのかなが、まあ、かなり減ったんじゃないかなってこれ私の感覚値なんで合ってるかどうかわかりませんけどね、過去はほら広末さんの不倫だーとかいっぱいやってたじゃないですかそこに比べるとちょっとなんかこう同じスキャンダルでも真面目なやつ最近で言うとなんか女優さんのパワハラとかねうん、まあそれはなんか良くないねみたいな。<laughs> あの <laughs> <laughs> いう感じになってんのかなと、まあ、推察しましたけどね。はい、というわけで、まあ、ここからね解き放たれてやっぱり自由に報じたいものを報じ,る報じるべきだと思ったものを報じれるような媒体にねあの、まあ、本来そういう媒体だと思うんで、えー、と戻って。 戻るって変だな。まあ、頑張ってくださいって感じですね。はい。で、えっ、ー、と、そしてな、な、お、この取り下げに際して、金銭の授受が一切なかったことはお知らせの通りです。ということで、まあ、ここは両方書いてるんで、ここはもう完全お互いに、これは言おうねという、まあ、文言だと推察します。はい。ということですね。で、松本人志さん、文春に掲載された、女性に行為を強要したとする記事で、名誉毀損されたとして、 5億5千万のの損害保障や記事の訂正によるる名誉回復をを求める裁判を起こししてましたっていう、まあそんな感じです。はい、というわけでまあちょっと裁判としては一応これで終わりってことになるんですけどちょっとこれからのこととか懸念点みたいな話を少ししたくてですねまあだからまあわざわざ若い若いじゃないけど取り下げをしたっていうことはまあやっぱり復帰したいっていうか。 かあるいは復帰せざるを得ないというかそれ自分のことだけではなくて周囲のことも含めていろいろ総合的に考えて、まあ、復帰の道を行こうってことなんでしょうねもうすでに個人の意思だけの問題じゃないような気もするんですけどまあ、とにかくそっちの方向性に向かうとたった今まで通り出てきて「まっちゃん楽しいよ」っていう感じのイメージではもう完全になくなってしまったしそれから数字的にも別に別の人でもまあ そんなに変わらないっていう現実まで出てきたしそして実は松本さんがの,その女性の視聴率が低いっていう数字まで出てきてしまってでさらに今はもっと下がってるはずですね、まあ、そうなってた時にまあ中にこう起用としてはすごい難しくなる。 感じじになななるんじゃいいかなと思いますねだでもレギュラー番組とか一回戻るのかな、まあ、その辺はまあテレビ局の判断あるから好きにすればいいと思うんですけどちょっとねやっぱり受け入れられない感じになっていくと思うしそれから他の人に対してねめちゃくちゃ厳しい対応してるのに松本さんだけなんで戻れるんですかみたいな話も噴出すると思うんで。 まあなんかテレビに戻るっていうことは決してプラスでではなないのかなと思うんですよね、まあ、その一方で才能というか能力の高さというものについてはもうこれ誰もがまあ評価してるしそれからまあ吉本にしてみたらまあそのいわゆるこうドル箱ですよねだからまあどっちかっていうと企画とか半分裏方みたいな方向性であのまあまあいわゆるなんて言うんでしょうねカリスマ化していくというか、まあ、そっち こっちの方向性で、まあ、浜ちゃんはまあまあまあなんか出てねみたいな感じにしたいのかなと思うけど、まあその一方でダウンタウンとしての思いもあるでしょうし、まあ、それがいつまでも続くかどうかちょっとよくわからないって感じですよね。だから最終的にはやっぱり吉本辞めて二人で自由にやるっていうのが、まあなんか最大にいい気がしますけど本当に自由にね。はい まあ今回の件でもいずれ言いたいこともあるでしょうしね、まあ、そういったのも含めてそうですねまあとにかく自由の身になるのがいいと思うけどまああれだけ重なになっちゃうとそうもいかないよねって話がありつつ少なくとも万博までは今の体制を続けるんじゃないのかなっていう感じですかねはいはいなのでまあでもそれ以降はやっぱり自由にやってなんかやっぱり 本当にフリーな立場でとかある意味あのリスクを取ったりとかっていう形でもう一回ですよねやっぱりあれだけ才能ある人がそういう状態になって何を生み出しつつのかっていうのはみんなやっぱり期待してる部分があると思うんですよね。だからそこに早く <laughs> 行ってほしいというふうに思うのがまあ一般的な人はどう思うかわかんないけど私は少なくともそう思うっていう。 感じですかね、はいまあ、あとは懸念点としては、まあ、文春さんがまあ結構集めた情報の中にこれ大丈夫かみたいなやつもあってでそれがなんかあってでそれが爆発するととんでもないことになるんじゃないかっていう話もあったけど結局動きはこの1年でなくてまあだからどうかなでも結局その別件とかでもね本当になんかこう警察って動きが そんななに早くないってまあ逆に言うと慎重に操作するって話でまあ相手が有名人だったらなおさらって感じなんでまあ特にその悪いことしてなきゃねそれはいいと思うんですけどうんね文春の記事の中においては警察に遭難行きましたってやつもあったじゃないですかだからそっちがどうなるかっていうのは一つまあポイントのような気もしますけどね。 まあだからあれがまあ文春の書き方ですね書き方によってよりまあだから本当に本当に印象操作でどうにもなるっていうのが本当に最近よく上かってきたんでまあ書き方一つでね本当に人悪人にも善人もできるっていうところがあるんでまあまあやっぱりあの時は結構松本さんとバチバチやってたからまあ結構ね書き方としてちょっとこうかなり角度ついてるぐらいだったらいいのかもしれないんですけどね、はい、はい。というわけでまあいずれにしても。 なんかなやっぱり <laughs> 自由になって次に自分がやりたいことをやるのが <laughs> まあ一番ですけどまあねなんかこう吉本の関係者見てると最終的になんか吉本愛で苦しむというかであるがゆえに、うん、やめるのが大変だったりまあ過去はねあの悪い意味での <laughs>「やめるな」っていうのがあったらしいですけどまあその愛ゆえに判断を間違う,間違うみたいな人もねまあいらっしゃるわけで本当の意味で。 あのまあ、自分のことをもうすでに自分のことだけを考えるような立場ではないと思うんで業界のことを考えた上で何か判断を下されるのかなというふうには思っておりますがもう本当にね個人的にはたくさん楽しませていただいたんで。<laughs> なんて言うならな。まあ本当はもうかっこよく、あの、いつも言ってた通りに振る舞ってほしかったっていうのが正直ですよね。それで、なんかもうそれでちゃんと見過ぎを済ませ,済ませて、なんか俺は新しい笑いをじゃあ作ったら、みたいな感じでやってほしかったなっていうのが、もう本当の本当の、まあ思いですよね。はい。というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。